大河原商業と柴田農林が再編統合され、来年4月に新設校となります。校名は大河原産業になる予定です。2校の再編統合は、少子化に伴う県立高校将来構想に基づくもので、大河原商業高校と柴田農林高校を再編統合して、仮称大河原産業高校が来年度に開設されます。 1>, 1学年の定員は6学級240人で、2校の合計320人より80人少なくなります。内訳は、総合ビジネス科が3学級、農業科学科が2学級で、企画デザイン科を1学級設けます。 例えば商品パッケージとかそういうもののデザインから入りましてですね、地域全体をデザインしていこうというまあそういうふうなことを学んでいく大河原商業高校と柴田農林高校は現在の1年生が卒業する2024年度末で並行となりますこのほか松島高校では来年度から普通科を1学級減らして2学級にします 定員割れとなっている蔵王高校と市狭間商業高校は募集の停止も視野に検討する方針です。